ときもちセカンドです。今日はね、コメントに多かった、この電話でペダル宅配の注文をやりたいと思います。まあね、やり方を説明するっていうよりも、単純に私が今から電話で宅配注文します。なんでまあよかったら参考にしてください。でね、今日私が宅配するのが、このバーガーキングでセットと単品をいくつか注文しようかなって思ってます。じゃあ早速電話で宅配注文します。あ、ごめんなさい。やっぱりセットじゃなくて単品でいろいろと頼もうかな。はい。じゃあ、宅配注文します。안녕하세요。주문상품의배달서비스향상을위해고객님의주소와연락처를수집하고통화내용은녹음되고있음을알려드립니다。아네배달注文하고싶은데요。네주소가아네맞아요あ、ねえ、けんちゃなよ。トンセウステーキバーガー、トゥゲー、クリコ。バーガーマンよ、アニメセットルよ。ダンプンよ。ねえ、トゥゲーはしゅうよ。ねえ、クリコ、ロンキン、トゥゲー、チセヨ。이것도ダンプンマンはしゅうのえ。あ、ねえ、クリコ、サイドメニュー、チーズフライ、ハナチセヨ。ねえ、トンセウステーキバーガー、ダンプンチュゲー、ロンキン、ダンプンチュゲー、チーズフライ、ハナチョコ、3200円결제는현금이십니까카드십니까카드よ。ねえ、감사합니다。はい、注文終わりました。で、まあ、だいたい50分ぐらいで来るそうですね。でね、住所いう部分はちょっとピーで流してると思うんですけど、まあ、あとはこんな感じですね。ホテルに宅配頼む方は、ホテルの名前と、あと部屋番号を言ったらいいのかな多分。私、ホテルで注文したことないんで、よくわかんないんですけど、でもね、だいたい韓国は、ホテルとか、あとね、まあ、言ったら、もうどこかの道とか、どこかの川の橋の下とかでも注文できるんで、まあね、場所さえ言えば、そこに持ってきてくれます。なんでね、部屋番号を言えばいいと思います。まあ、結構簡単ですよね。住所と注文するメニューと、あと支払い方法。この3つだけでいいと思います。なんで、よかったら韓国でペダル、宅配注文やってみてください。電話で簡単にできます。